嫁が名前変わるの嫌って言うから、じゃあ婿入るわってなったら、俺親が凍りついた。名家でもないのに、なんで親らは怒ってるのか。長男だけど、そんなに大した資産もないしね。本人に聞け。聞いたんだけど、いまいちよくわからない。宗教や思想の範囲かなと思ってる。体裁と墓守と介護あたりか。兄弟いないの？既婚の弟がいるんだけど、子供は女の子二人だから、今更家計を気にしてもなーって感じなんだけど。出生率 1.25 の時代に、家計気にしても仕方ないと思うんだがな。親としては嫌やろ。婿に行ったら、親の墓を誰が守っていくんや。俺が墓守っても、俺に男の子生まれなかったら途絶える。男の子生まれたとして、その男の子の結婚する確率が 50%、既婚率、結婚して子供作るとして男の子生まれる確率もその 50% だし、どうでもよくね。墓守りとか法事の仕切りとかあるじゃん。具体的に婿になって資産が損するってことある？まあ、うちはそんな資産ないけど、相続の面では損はないんじゃない？だよね。何か婿には言って利益不利益があるなら話は早いんだけど、婿入りした人ってどっちの墓に入るんだろう。普通は婿入りした相手の家の墓ちゃう？親も墓好きだけど、親族に男の子いないし、出生率低いし、守っても意味ないと思うけどな。100年もすれば今の墓の半数ぐらい無縁仏になるんじゃね。みたいなこと言ってもしっくりこないみたい。まあ両親が他界した時点で墓じまいして、ご次会からも脱退って手もあるしな。放っておくのもしゃあないとは思うけど、親のこと嫌いじゃないなら墓じまいとかちゃんとやって区切りにしとけば。それなりに親大事なんだけど、墓や坊主は嫌いなんだよね。親は墓が好きだから困ってる。親の代で途切れるのが嫌なんだろ。男の子生まれたから安泰と思ってた最中の出来事なんやし、しっかり双方の親と嫁と話をした方がいい。適当に決められるもんじゃない。そんな大した一族じゃないんだけどな。全くもってよくわからん。 Y は音ウッド婿入りして、電話帳の名前も変更したら、電話かかってきた時に誰やこいつってなるで。未だになるで。通り名は旧名字使うつもり。犯罪を犯したり金融事故を起こした時に新名字が出るからちょっと有利かなと。みたいなこと説明したら、さらにドン引きされた。それ言ったら認められんわな。昔から変な空気になる発言しちゃうのがたまに傷。でもまあ賢いな。親に何が嫌なのか聞いてみ。聞いても信仰や思想、心情が根拠みたいで過根残しそう。子供の名字が変わるのが嫌だと言うなら、嫁や嫁親にとっても嫌なことのはずなんだよな。親、どうしてもと言うなら仕方ないけど、不満。嫁、どうしてもと言うなら仕方ないけど、不満。俺、どうでもいい。親や嫁が不満を抑えて、妥協してくれようとするのが心苦しい。名刺や印鑑も変えなあかんのだるくない？免許証とか保険カードとかその他もろもろめんどくさそう。免許証やパスポートはめんどい。嫁がそのめんどさをかぶるか、俺がそのめんどさをかぶるかの違いかな。わからんでもないけど、嫁側が旦那の名字使うのが当たり前な時代だからな。もういっそマイナンバー名乗りたいわ。めんどくさい。着地点は弟に丸投げする代わりに大したことない遺産を放棄するってあたりか。資産の問題じゃないみたい。別に資産なんてないし、介護や葬式代も惜しまない。ただ名前だけを変えようとするんだけど、それが引っかかるんだって。家と墓と資産はその世代の人にとっては不可分なんだよ。もう結婚やめるか。夫婦別姓にしたら。夫婦別姓にするぜってなっても嫌みたい。とにかく婿に抵抗感あるんだって。嫁も俺親には理解示していて、俺だけがこの感覚が分からず孤立してるわ。